こんにちは。元の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所、鈴木義雄です。今日は2022年10月6日木曜日です。今日はぐっと気温が下がりまして、日中は20度を下回りました。冬用タイヤ、スタッドレスタイヤの準備が徐々に始まっています。もうあと1ヶ月もしますと11月10日前後、早い方はお車への装着、お取り付けが始まります。当店のお問い合わせはぜひ LINE の方でお待ちしております。また LINE の方はちょっと大変だなと思われる方はお電話の方でお待ちしております。お近くの方はぜひお顔を合わせてお話しさせていただきましたら大変嬉しく思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。